そうさ、アドリブ苦手？俺も苦手なんだ。頑張ろうね、そうさん。頑張っていきましょう。喋るんだ。お邪魔ここしはま喋るんだ。す。すごい光景ですね、これ。これすごくぬるっと始まってくんだ ね。だっだってて、お前司会してくれないんじゃん、まず。いや、しますよ。任せてください、たつさん。だって俺何の呼び込みもなしで今ここ入ってきてるよ。急にやってきたっていう体なんですよ。ああ、そうなんだ。でも来たらなんだかんだでもてなすっていうのがちょっと僕のキャラにあるんで、そんな感じでもてなさせていただくんで。じゃあもう帰っていい？ダメ！ダメ！ダメ！いてください、いてください。これ特定映像ですから、タスさん。そうだね。はい。まずはこのプロフィールにですね、タスさん家の風呂の間取りとかなんか特徴とかを書いていただくっていう。ほう。はい、雑談しながら。このところから始まっていきます。あ、俺ん家の風呂ね。間取りね。でも、風呂の間取りって書くの難しいですよね。そう？どう書こうと思って、僕も書いたんですよ、一応。気に。多分これで僕とタツさんの表現力の格差が。俺のひどいな、これ。まあ、ちなみにどうしよう、タツさん書いてる間に僕の見せちゃいますか。島崎さんちのプロフィール、こんな感じになってます。いや、なんで、風呂、入るじゃないですか、ドアに。シャワーがあって。あ、シャワー、そうやって書かなきゃダメなのね。いや、わかんないです。大丈夫です。書かなくていいです。これは。で、ここが排水口。あ、そうだ、僕も排水口ある。書き足そう。結構これ再現率高いと思うな。すげえ！ちゃんとしてる。じゃあ、タツさんに紹介してもらいましょう。はい。鈴木さんちのプロフィールはこちらです。どうも。はい。見てください、この、クオリティの差を。え、これ、どういうドアなの？これ、ちなみに。これ、俺一応さ、よく、不動産屋さんの間取りみたいな感じで、ドアこちらに開きますみたいなことやってみたんだけど。俺もそれ見てすごいなって。これ、すごい、僕最初これなかったじゃん。なかった。これ、どういうドア。いや、しかもなんかちょうどここに間があるもんね。なんか、はめ込み式みたいな感じになってる。いやいや、ちゃんと、カチャン、カチャンですよ。シャンプー台とかの、要するに、こう、石鹸とか置けるところだね、はいはいはい。で、ここに鏡があって。はい。あ、そうだ、鏡。あ、そうだ、ここも鏡ある。で、ここがなんかこう、いろんな機能のついた、便利機能のついた。そうだ、僕も全く一緒です。ここにあります、機能を書くやつ。で、ここにタオルとか書く。なんでお前自分家の風呂覚えてないの？いや。で、ここになんかその、なんだったっけ？その、なんかいろんな便利機能がついてるやつがあって。で、そこで俺いつも気になるんだけど、暖房って何？半身浴用ですね。え、それ合ってるの本当に。半身浴用と、お前こういうところで迂闊な発言するとマジで記録で残っちゃうからね。本当ですか。じゃあ、暖房は、風呂を温めるってことです。うん、今日は帰ったらボタンをね、じゃあ、タツさん、押してみましょう。いや、だから押す。押してみましょう。いつもより俺の気持ち的に暖房を押したい時じゃないの、まだ。